はいどうも皆さん、こんにちは、ゆきです。今日もね、チャート分析していこうかなと思います。今日もね、いつも通り3名からいきましょう。ビットコイン、イーサリアム、リップルのチャート分析いきますね。まずはビットコインからいきましょう。まあ、昨日もね、結構いい感じの要線が出てて、130万弱まで上がってますよね。 で、まあ僕ずっと言ってたみたいに25日線で反発してくれて、まあヒゲで、ね、当たって反発して上がってきてるんですけど、今日ちょっと陰線にはなってますけど、まあ昨日の陽線と比較すると、まあ3分の1から2分の1弱ぐらいところで、まあ、245万ぐらいですかね。で推移してると。で、週足で見ていっても、まあ昨日ね、 見たところではバーンとこう陰線になったんですけど、まあ今日上がった、昨日上がった分で、だいぶ陰線が小さくなってきていると。で、まあ、まあ、このあたりで調整が入ったんじゃないかなっていう感じですよね。で、まあ、調整が入って、また上に伸びてくるのかなっていうところではあるんですけれども、まだね、ちょっとこっから伸びそうな感じは全然ビンビンしてるじゃないですか。 陽もね、だいぶ大きくなってきてるので、これがもし、まあ明日明後日とかぐらいで、この陰線の高値、始め値ぐらいのところまで戻ってくると、またもう少し伸びてくるのかなというところですね。ただね、もうこれはね、チャート分析というか、もう予想になってしまうので、チャートが分析できる状況ではないので、ビットコインはちょっと待ちかなという感じです。 今ちょっと買いに行くのは早いかなっていう感じですね。で、イーサリアムもほぼビットコインと同じような動きしてるんですよ。ただ、ビットコインよりも断然上への意識は低いです。もうこれで横ばいって感じになっちゃうので。なので、まあ、ビットコイン、イーサリアムかビットコインか悩んでるやったらビットコインですけど、ビットコインもイーサリア,もサリアムもちょっと待ちかなっていう感じですね。もうちょっと落ちたら買えるかなっていう感じではありますけれども。 まなので、ビットコイン、イーサリアムはそんな感じ。同じような感じやけど、えっ、ー、と、ビットコインをちょっと縮小したような感じのチャートをしてるのがイーサリアムって感じですね。で、リップルなんですけど、リップルはもうグイグイ下がってきてますよね。リップルがグイグイで下がってきてまして、まあ、今日も陰線、昨日の要線打ち消してもマイナスぐらいの陰線が出てきてると。 で、もう間もなく75日線まで来ていると。なので、まだ下がるかなっていう感じですね。で、週足で見ても、もうね、そろそろ25日線の75日線が接近してきて、デッドクロスが起こってもおかしくないようなところですよね。なので、リップルが一番買い増すんやったら買い増しなんですけど、もうちょっと待ってもらって、 まあ30円台入ってから買い増し考えてもらう方がいいかなとは思います。30円台入ってから買い増してもらっての40円台入ったら、利確していくような感じの流れがまあ一番ベターかなというところでございますので、まあ、よく言えば30円台の前半ぐらいまで落ちるのを待ってもらって買い増しかなというところですね。はい なので、まあ、ビットコイン、イーサリアムは、ちょっとね、今、現状、ずっと言ってますけど、チャート分析が、分,で分析できるようなところに今、なかなかついてこないので、難しいですけど、まあ、ビットコインは、この大きい陰線の、はじめね、のところぐらいまで戻ってきてくれたら、そこからまた上目指してくるかなっていうところなんで、まあそこを見てもらって、あとは、 まあ、見てもらったらいいかなと思います。イーサリアムはそれ以上にちょっと上への意識が少ないので、特にちょっと様子見待ちかなと。でリップルは、まあ、ぐいぐい下がってきてるので、ぐいぐいで下がってきてるので、まあ、もう少し下がって、75日線割ってきての、まあ、30円台突入となってきたところらへんから、買いを考え出して、 で、また戻ってきた40円台ぐらいで利格していくっていうところが、まあ、ベターな、まあ、シナリオかなと思いますので、それまでね、ちょっと待ってもらったらなと思います。はい。以上でございます。今日もね、チャート分析やっていきましたけれども、まあ、チャート分析とかはね、僕もあの、いろんな情報を仕入れながらやっていきますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。あと、バイナリーオプションとか、背取りの えーと方法とかもあの動画で上げておりますのでそちらもぜひねあのご覧頂ければと思いますのでよろしくお願いいたしますはいではねまた明日も、ね、チャート分析していきますのでぜひね明日もご期待くださいではまた明日お会いいたしましょうバイバイ本日も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございますこれからも皆さんにお得な情報を どんどん動画でアップしていきますのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします僕のラインアットではバイナリーオプションや仮想通貨セドリのことなどネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので上の QR コードか下の概要欄 URL からぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします最後になりましたがこれからもぜひ応援よろしくお願いいたします それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。